毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。お隣さんのチョンウィヨン外交部長官が、米韓は終戦宣言案に合意したと発言して話題になっています。ムンジェイン大統領が任期内に実現したいと熱心に取り組んでいた終戦宣言は、計画、妄想通りに進んでいるみたいです。計画、妄想に巻き込まれてしまった米国は、今頃激怒しているんじゃないかな。ニュースの詳細。隣国のチョン・ウィヨン外交部長官が、29日、終戦宣言の文案について、韓米韓で、すでに事実上合意した状態と明らかにした。政府の外交当局者が、終戦宣言の文案をめぐる韓米韓の協議が事実上終わったと明らかにしたのは初めてだ。チョン長官は、この日、外交部庁舎で開かれた記者懇談会で、終戦宣言に関しては、韓米韓で、すでに重要性について共感していると強調し、このように述べた。チョン長官は、11から12日に A リバプールで開催された、主要7カ国 G7 外務開発閣僚拡大会合で、ブリンケン米国務長官と会った際にも、こうした事実を再確認したと説明した。さらに、北との協議をどう進展させるかについて、いろいろと検討していると話した。中国側から、終戦宣言に対する北朝鮮側の反応を伝え聞いたのかという質問には、終戦宣言に関連して、中国側を通して、北の立場を伝え聞いたことはないと答えた。続いて、終戦宣言の提案に対して、北は、迅速かつ前向きな反応を見せてきたが、もう少し具体的な反応があることを我々は期待していると伝えた。チョン長官は、来年2月の北京冬季オリンピックをきっかけに、南北、または南北中首脳会談の可能性が提起されているが、という質問には、北京五輪を、南北関係改善の契機にすることを希望したが、現在は、そのような期待は、事実上難しくなっているのではないかと思うと述べた。ただ、最後まで希望を捨てず、あらゆる契機を利用して、南北関係の改善、韓半島平和プロセスの早期再稼働のために、政府は、最善の努力をすると強調した。とのことです。あかん。お隣さんは、ムンジェイン大統領が国連総会で終戦宣言を提案した後、米韓は北を対話の場に引き出すために、終戦宣言文案などについて、協議を大幅に進展させてきたと説明しています。そしてついに、米韓は終戦宣言について合意に至ったみたいです。米韓が終戦宣言文案などについて、協議を大幅に進展させてきたというのと、協議が事実上終わったというのは、意味が全く違うはずなのですが、お隣さんは進展させてきたので、終戦宣言の文案についての協議は事実上終わったと結論つけています。以前にも、チョン長官やムンジェイン大統領は、米国とは、相当の調整が終わった。米国と文面まで検討しているが、日本は反対している。米中官庁が、すべて原則的に合意しているなどと、米国との終戦宣言に何度も言及したことがあります。隣国政府の発言や態度、隣国メディアの報じ方を見ると、まるで、数ヶ月以内に終戦宣言が出そうな雰囲気に見えるのですが、当事者の米国が、終戦宣言に対して本当に積極的なのかどうかは不明です。米韓外相会談が10月にありましたが、その際に、米国側からのプレスリリースでは、終戦宣言について一切触れられていません。米国のブリンケン国務長官は、慎重な姿勢しか示していないし、シャーマン国務副長官も、終戦宣言に賛成という言及は与えていません。逆に、米国の連邦議員からは、朝鮮戦争の終結宣言に強く反対するという旨の意見書が国家安全保障顧問に提出されています。つい先日も、ロバート・エイブラムス前駐韓米軍司令官が、隣国が終戦宣言を出すことで、何がしたいのかわからないと、バッサリ切っています。終戦宣言について、米韓間の調整が終わっていて、終戦宣言の文面を検討していて、関連国は、原則合意していて、かつ事実上合意しています。ここまで来て、終戦宣言を出せない理由は何なのでしょうか。お隣さんは、終戦宣言の文案について、韓米韓で、すでに事実上合意した状態と明らかにしているので、
終戦宣言文案というものが存在するはずです。文案は本当に存在するのか、それとも真っ赤な嘘なのか、正解はどっちなのでしょうか。ちなみに、もし仮に米国の合意を得たとしても、中国や北の同意は得たのでしょうか。まさか米国とお隣さんだけで一方的に終戦宣言をするつもりなのでしょうか。朝鮮戦争の休戦協定は国連軍と中朝連合軍の間で結ばれているので、終戦宣言をする当事者は国連と中国、北になるはずです。お隣さんが米国の合意を取り付けたからどうにかなるという話ではないんです。そもそも終戦宣言の文案を米韓間で事実上合意したという言葉を真に受ける人なんているのでしょうか。ここまでのホラ吹きは珍しいので、嘘を通り越してコメディになっています。できないことをなぜ嘘でカバーするのでしょうか。終戦宣言を事実上合意したと言っていますが、米国の誰と合意したのでしょうか。話を詰めればすぐにボロが出てしまうような嘘なので、誰もそんな軽い嘘を公式の場で言いません。すぐにバレる嘘をついてしまうってボケているつもりなのでしょうか。こちらがお隣さんの反応です。終戦宣言をしましょう。宣言をすれば株式も経済も民生も飛躍的に良くなるでしょう。世界で唯一反対して我が国の弱体化を狙っている日本はこれを恐れているんだ。停戦合意から50年以上も過ぎているので、終戦宣言して共に豊かに暮らす方向に進みましょう。終戦宣言をすれば歴史的に評価され、教科書には戦争を終わらせた英雄として名前が残るだろう。私たちは中国が嫌いで、中国は我が国が嫌いだと言っていた人の言葉が気になります。中国の機嫌を損ねて終戦宣言ができなくなればどうしてくれるんだ。この地に平和をもたらすムンジェイン政権を最後まで支持します。終戦宣言して一緒に幸せに暮らせればと思います。これ以上の悲劇は決してあってはならない。終戦宣言さえすれば北は奇襲してこないだろう。終戦宣言にどうして全てをかけるのですか。紙切れのような終戦宣言を業績にして褒めてもらおうとしているのですか。終戦宣言すれば在韓米軍の撤収と韓国軍の武装解除までするだろう。戦争が終わって平和が来たと喜ぶのはムンジェインだけです。私は自由な我が国が好きです。以上が国民の反応です。隣国外交部の発表は相手国と異なる場合が多いです。ニュアンスが違うというレベルの話ではなく、完全なデタラメを公式発表で流しているので立ちが悪いです。ただお隣さんが嘘つきということが広く世間に知れ渡ったので、失敗しかしないムンジェイン政権もたまにはいい仕事をするみたいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。